ちは。本日は教育移住や母子留学で人気の高いマレーシアについて、私の経験をもとになぜグローバルな教育にマレーシアがおすすめかについてお話しさせていただきます。現在、マレーシア移住4年目でして、9歳と3歳の娘をマレーシアで子育てしております。マレーシアの住みやすさ、教育事情、生活コスト面については今のところ全て満足しております。現在コロナの影響でなかなか視察等が難しい状況ですので、こちらの動画を通じて移住に興味のある方や移住の準備をしている方の参考になれば幸いです。では早速、なぜマレーシアがグローバルな教育におすすめかについて具体的に説明していきます。まずは言語、コミュニケーション。9歳の娘は、小学校に入る前ぐらいからインターナショナルスクールに通わせています。特に、マレーシアに来る前に、日本で英語の塾ですとか、そういったものには全く行かせていなかったので、ゼロの状態でマレーシアに来たんですが、最初は学校で英語がやはりわからないので、コミュニケーションに苦労したところはあったんですが、1年もすると、大体言ってることが理解できてきて、子供たちと一緒に遊ぶこともできるので、今、もう3年過ぎた状態ですと、娘は逆に今は英語の方がコミュニケーションとして楽というふうに言ってあります。あとは、第二外国語として、早いところですと、キンダーガーデン、幼稚園の時代から、大体のインターナショナルスクールではもう、小学校1年生、や1の頃から中国語をやり始めるので、このまま、両方の言語をやり続けることで、バイリンガルな子供に育っていけるのではないかというふうに思っております。あとはコミュニケーションということで、日本では割とおとなしめな性格だったんですが、マレーシアのインターに通うことによって、かなり、積極的な性格になったなというふうにも感じております。インターナショナルスクールには、本当にいろんな国の子供が、通っておりますので、そういった中で、自分とはまた違う文化の子供たちと遊んだり、そういった文化に触れたりっていうことで、グローバルな知識を、蓄えていくこともできるなというふうに思っております。続いて、デザイン、アート、クラフト、インスピレーション。マレーシアのインターナショナルスクールを見ておりますと、ビジュアルから学ぶような、印象がすごく受けられます。アートやデザイン、あとミュージックなどの授業もあるんですが、すごく面白いなと思ったのが、ドラマという授業がありまして、そこでは、本当に動物の真似をしたりとか、みんなで劇を作ったり、で今ですとオンラインの授業がほとんどになりますので、自分でなんか人形劇を動画で撮って編集して、それを Google ドライブにサブミットするというような、課題が出たりですとか、そういったビジュアルからいろんなことを楽しく学ぶというカリキュラムが多いように感じられます。続いてデジタルテクノロジー、サイエンス、イノベーション、リーダーシップ。現在マレーシアロックダウン中でして、小学校1年生以上は必ず自宅学習のオンライン授業になっているんですが、うちの娘の学校は朝の8時から昼の3時半までぎっしり授業が入っております。基本 iPad を使って、Google の Hangout や Google Meet などを使って先生とオンライン上でやり取りしながら宿題は Google ドライブにアップする。あとはたまに課題で何かレポートを作るときは Keynote などを使って、レポートをまとめて、Google ドライブにアップするようなそういったデジタルスキルに関しては、今9歳なんですが、かなりできているなというふうに思っております。あとは、お友達同士で、オンラインパーティーをしようなどと計画して、そういった、パーティーのインビテーションを作ったり、ドレスコードをどうしようなどというのをみんなでこうオンラインミーティングをして、来週やるようなことをお話ししてました。なんか面白いなというふうに思っております。続きまして、ライフスタイル。
生活の面はやはり皆さんご存知だと思うんですが、住宅に関しては日本の値段の、日本の家賃で倍以上の広さに住めるような物価になっております。大体皆さんコンドミニアムとかに住まれることが多いんですが、そういったところもプールですとか、子供が遊ぶプレイグラウンドなどが、大体ついているところが多いので、自分の住宅内でいろいろ運動したり、遊んだり、まあ、その中でお友達を作ったりして、子供たちは楽しんでいます。あとはトラベルですね。コロナで旅行はできない状態ですが、近隣諸国への旅行はすごく簡単に行けるので、まあ、エアエイジアはすごい安い値段で行けていたので、そういった面でもなんか、すごく綺麗な海を見たりですとか、いろんな文化を、ローカルの文化に触れたりっていうのは、子供にとってはすごく視野が広がることなのではないかなというふうに思っております。あとは食生活ですね。本当に私がマレーシアを選んだ理由の一つでもあるんですが、やはり食文化が日本人にとても合うなというふうに思っております。ヨーロッパなどもちょっと見たことはあるんですが、やはり毎日ヨーロッパのご飯とかはちょっと自分には多分厳しいなというのがありまして、やはりアジアの料理というのは、日本人にとても合うので、そういった部分では、食べることに困ることはない。しかも、安いというのがすごく魅力です。食費は、もっと作るより、外食する方がもしかしたら安いというような印象を受けております。うちの娘は、小学校に入る前に、こちらに来て、インターンに通い始めたんですが、本当にこちらの、に来てすごく思ったのは、英語を別に勉強しない状態で来ても、本当に子供の習得というのはすごく早いので、一年、頑張って学校に楽しく行けてさえいれば、本当にすぐ英語は話せるようになるなというのが、私の印象でした。最初はやはり英語の塾などに行かせていたんですが、そういった塾なども、ちゃんと送迎がついていたり、お弁当がついていたり、あとは、ホリデー中に、ホリデープログラム、英語を強化するようなプログラムなどもすごく充実しているので、そういったものを組み合わせて、1年間、頑張った末に、基本、彼女はもう学校で英語で困っていることはないという状態です。逆に、日本語の方が今弱くなってきているので、私の住んでいるエリアには日本語の塾などもございまして、日本語をキープするために学研や公文などの習い事もありますので、そういったものでサポートをしているような状態です。あとはやはり移住して一番良かったなと思うのは、何事に対してもポジティブになったなというふうに思っております。年中暖かいので気候のせいもあるのかと思うんですが、本当に風邪とか病気全くしないですし、学校が本当に楽しくてたまらないということで、もう移住して3年経ちましたが、本当に学校休んだのは1日か2日ぐらいで、本当に移住して、子供が楽しく学んでくれているということが、親としてはすごくありがたいなというふうに感じておりますので、マレーシアの移住をご検討の中の方や、興味ある方は、参考にしていただければと思います。以上簡単にではありますが、私がマレーシアに移住して、良かったなと思うところの印象を、お話しさせていただきました。初めてでしたので、ちょっと、聞きにくいところもあったかと思いますが、今後は、マレーシアのインターナショナルスクールのカリキュラムですとか、これまで、見学に行ってきた学校についてなど、少しずつ発信できたらいいなと思っております。もしご興味ある方がいらっしゃいましたら、ぜひ、チャンネル登録などしていただけたらとても励みになります。最後までご清聴いただきありがとうございました。